そうそう、よし、こんにちは。今日は盗撮という言葉を使いましたけど、盗撮がよしなわけないんだけどさ、今日はね、オービスについて話そうかなと思います。皆さん、オービスで捕まったことありますか？僕はね、ないですね。スピード違反で捕まったことは、ずいぶん昔はね、何回かありますけど、最近はもう全然そういうスピード出すこともないしさ。で、なんでね、オービス、よく、なんだっけ、道端に自動速度、なんだっけ、設置路線、速度計測設置路線、なんか書いてあるじゃん、見たことあると思うんですけど、要はこの先に、オービスがありますよっていう宣言をしてるんだけど、あれはなんでわざわざね宣言してるかって、あれをしないと盗撮というね、実際は警察権力だからさ、じゃあ盗撮だってね、違反してるは悪いんだろうっていう話になるんでしょうけど、ただそれを宣告してることによって、もう写真撮るぞこの先にっていうことを言ってるわけだから、まあ盗撮には当たらないというね、扱いにしているんですよね。で、昔はさ、写真をこう現像するのにね、スピード違反でも結構なスピード出してないと、高速だったら140キロ以上とかさ、それぐらいじゃないと現像するのもお金かかったっていうことでさ、で今はさ、デジカメだからいくらでもスパスパね、プリントアウトもできるし、そういう時代になってるからね、多分昔よりは捕まる確率が高いんでしょうけど、ただね、一つこれ、都市伝説とまで言わないけど、女の子とね、女の人と載ってる写真は結構あの時はね、オービス引っかかっても写真撮られても出頭が来ないんですよ。これなんでかって、さっき言ったようにね、いけない関係のさ、違反は違反でね、当然撮ってもいいんだけど、この違うことでね、逆に盗撮されてこういうことになったと、もう家庭がね、どうこうなったとか、彼女とこうなっちゃったとか、どうしてくれんじゃん、ね、罰金は払うけど、お前らはこういうものを撮ったんだからどうしてくれんのって、やっぱりそういうのに関してね、やっぱ面倒くさいからさ、罰金を取るがためにそれをねやるんであればっていう、ボツになるっていうのはね、よく聞いた話ですね。さっき言った、僕オービスで捕まったことないからさ、あなたの周りでね、そのカップルでイチャイチャしてスピード違反で捕まってるのとかでいればね、ぜひ教えてほしいんですけど、基本僕の友達でも捕まったのは、男一人で夜中すごいスピード出してるとかね、思いっきり歌歌ってってさ、あの恥ずかしかったとかさ。で、僕も捕まったことないけど、あれ捕まるとさ、所轄、そこの管轄の警察まで行かされるんだよね。全然遠くで捕まってもさ、そこへ出頭しなきゃいけないとかさ、結構面倒くさいみたいですよね。今日はさ、最近ちょっと、法律とか、逮捕の話とか、警察関係の話があったんで、ふと思い出してさ、そういえばオービスなって。で、オービスも種類あるんですよね。あとみんな、たまにカメラみたいなパパパって置いてあっても、あれ、オービスと勘違いしてる人も結構いるんだけどさ、N システムっていうの、N の略ってなんだろう、調べればよかったけど、ナンバー認識？ナンバーの N かな。車がね、ナンバー、犯罪者が逃げてるとか、この車の情報だとか、そういうので、ナンバー認識をね、N システムっていうかな、それを、オービスと勘違いしてる人も結構いるみたいだけど、今、ナビによっちゃさ、この先、オービスがありますなんて教えてくれるからね、あれはいいのかななんて思うけどね、ちょっと話が余談になってくると、それとも、あと、なんだっけ、カロケっていうの？車つけてるのいいじゃん。半径何メーター、何百メーター以内にパトカーがいますと。もちろん会話をね、傍受してるわけじゃないけど、パトカーがいるってことが分かるとかさ、どうなんだろうね。
あんまり車今改造とか一切してないからさ、そういうおしゃれとかオプションとか全然今分かんなくなっちゃってさ、うん、まあちょっと話が横持ちそれそうなんで今日はこれぐらいにしておきますけど、まあくれぐれもね、スピード違反ねしていいことはないんで気をつけてください。それではどうぞ。よし、てめえ何時だと思ってんだ、起きろ。ほい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 、マグロ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 、赤身中トロ大トロマグロ。なあそこのお姉さん、あんたマグロって知ってるかい？もし知らねえってんだったら教えてやってもいい。マグロの